うーす。減量中の黒人侍です。レモンクラシック大会まで残り1ヶ月と1週間です。はい、そして今おやつの時間前にあることを思いついた。一般人の減量ってみんな甘い。田中さん、減量ってちょっと強いよね。ダイエット。一般人のダイエット甘い。みんな甘い、うん。甘いものが食べたい。だからプロテインバーとか糖質カットなんとか、糖質カットドーナツ。やばいね。ドーナツだよ。揚げてるんだよ。油で揚げてるんだよ。で糖質カット。あと高タンパク質減量食。一番やられてるのこれ。皆さん高タンパク質 15g、20g ドーンと重くり書いたものはね、疑った方がいいよ。ちゃんとメガネをかけて成分読みましょう。こういうのめちゃくちゃ美味しい。俺食べたことある。めちゃくちゃうまい。だけど高タンパク質、当然なことを思っちゃダメ。ダイエットイコール高タンパク質だけじゃない。ダイエットイコールカロリー不足です。カロリー不足にならないと体重落ちない。高タンパク質ばかり食べて痩せるわけじゃないか。プロテインバーはタンパク質高くて当然です。成分よく見るとなんであんなに美味しいかと、同じぐらいの脂質が入っていて同じぐらいの量の糖質も入ってるものが多い。皆さん今日黒人侍のおやつを紹介します。ダイエット中マジ減量を成功するバキバキ部長になるならシンプルに卵です。部長ピカピカで、この卵だけだとちょっと皆さんがと思うでしょう。実はこの卵の命を変えるのはこれです。ディーム・デリカさんのこのトリュフの、トリュフ入りの塩、知ってる人多いと思いますけど、知らない人、黒人さんもらえてあってよかったっていうコメント入れて、ディーム・デリカっていうカフェで売ってるし、アマゾンで買うこともできます。これ1個1500円するんですけど、香りがヤバタニエ、そして何にかけてもうまたにえになるこのトリュフ塩。うん、今日は2つでタンパク質いくつ、 12g、 脂質がなんと8、そして糖質は0、そしてたくさんのビタミン、たくさんのミネラル、栄養たっぷり、卵にしか勝たん。減量中の皆さん、騙されないようにダイエットはシンプルに考えましょうね。田中さん、これはトッピング用の塩ね。大事なの忘れてた、うん、これ火かけちゃダメだからね、香りぶっ飛んじゃうから。チャンネル登録よろしくお願いでございます。うわやばやばくない、これルーパンプだよ。ノーパンプ中、田中さん、ちょっと待ってください、カメラ回してる。